ただいま。病院帰りのおじいちゃんは几帳面な人だ。あら、しっかり者のお母さんは気づいた。おじいちゃん、お薬忘れたんじゃない？この処方箋があれば薬局はどこでもいいんだよ。いつでも気軽に行ける薬局を選ばないとね。それってかかりつけ薬局って言うんでしょ？いつも無関心のお父さんが珍しくうなずいた。うん、処方箋はこの表示の薬局で。秋田県薬剤師会。